店のスタッフの木下です。今回はあると便利なテーブルライトがテーマです。ただ手元を明るく照らすだけでなく、落ち着きある雰囲気にしてくれたり、お部屋を広く見せてくれたりと、ぜひお家に持っておきたいアイテムです。今回はコンパクトで持ち運びやすく、いろんなシーンで活躍するアングルポイズ90ミニミニとリセのオリジナルのシエニを使って便利だなぁと思ったテーブルライトの使い方をシーンごとに分けてご紹介していきます。リモートワークが増えた今、お家のデスクやダイニングテーブルで仕事をする方も多いかと思います。天井照明にプラスしてデスクライトを取り入れることで、手元をしっかりと照らすことができ、目への負担を減らすことにもつながります。ちなみにパソコンがあればコンセントのない場所でも使える USB 給電式やコードレスタイプのものを選ぶと、どの場所にいても照らすことができるので、より便利です。見た目が素敵なテーブルライトなら、オブジェの一つとして取り入れるのもおすすめです。テーブルライトはディスプレイアイテムとしては少し大きめのサイズかと思うので、ディスプレイゾーンの印象を大きく変えられるのもポイントです。スポットライトとしてお気に入りのアイテムを照らして、また違った雰囲気を楽しむのも良いかと思います。また、一棟だと暗くなりがちな窓際などをポイント的に明るく照らすことで、お部屋に奥行きや深みが生まれ、空間を広く感じられます。ベッドサイドに置いておけば、寝る前の読書灯にしたり、寝るときは暗くして常夜灯のようにも使えます。補助灯としての場合は、シエニやアングルポイズのように調光や角度調整ができるものがおすすめです。テーブルライトのおすすめの使い方、いかがでしたでしょうか。動画内で登場したアイテムは右上のマーク、もしくは概要欄からご覧いただけます。さまざまなシーンをより快適にしてくれるテーブルライト、ぜひ生活に取り入れてみてください。